2019年10月22日、第126代天皇徳人の即位礼聖殿の儀で、大二方に身を包む文人親王と、同妃、典子こ秋篠宮文人親王は、日本の皇族、皇子。秋篠宮家当主、称号は綾宮、おしるしはつが、御蔵井は親王、継承は殿下、君党は大君一家大受賞。 皇室会議議員、秋人と道子の第二皇壇子、徳人の皇帝、黒田清子の時計、住居は東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある秋篠宮邸。1997年3月からは旧秩父宮邸を改築して使用していたが、立皇嗣にあたり再び宮邸を改修するため、2019年2月から五家宮所に移った。 おしるしに選ばれた通が1965年11月30日午前0時22分、皇太子、秋人新王と同妃、三子の第二子で次男として、宮内庁病院で誕生。幼少時のご称号は綾のみ論語より広く文を学び、これを訳するに礼をもってすれば、またもってあぜ飾るべしが由来、幼少時はやんちゃなイメージとして知られていた。 テニス等のスポーツに熱心に取り組む一方、地理などにも関心を持っていた。また妹、黒田清子の夫である黒田義樹とは少年時代からの学友。1984年、学習院大学法学部政治学科に入学。翌年には自然文化研究会を結成し、積極的にサークル活動を行うとともに、 東京農業大学育種学研究所を前身とする財団法人進化生物学研究所で課金類研究に従事、一学年下の川島のりこと知り合いサークル活動を通じ交際を深め、1986年6月26日に自ら求婚していた、同年から財団法人山品鳥類研究所総裁、1988年、 学習院大学法学部政治学科を卒業、同年より、社団法人日本動物園水族館協会、総裁を務めるとともに、2年間、オックスフォード大学セントジョンズカレッジ大学院、動物学科に留学し魚類に関する、分類学を学ぶ。1989年1月7日、祖父、昭和天皇が崩御、父が、第125代天皇に即位したことに伴い、 兄、皇太子、ルヒ人新郎に次いで、皇位継承順位、第2位となる、同年から1年間オックスフォード、大学大学博物館及び、ロンドン自然史博物館に在籍、同年8月26日、川島則子との結婚内定が報道される、9月12日、文人新郎と川島則子の婚姻に関する皇室会議が開催された。 全員一致で二人の婚姻が可決され、婚約が内定。午後から記者会見が行われた。平成会言後初の皇室での刑事であり、若々しい二人の結婚は、国民から盛大に祝福された。関連書籍、アニメが作られ、のりこさまブームとも呼べる現象となった。昭和天皇の門が開けた翌1990年1月12日に、農祭の儀が取り行われ、 前年9月12日の皇室会議で承認された二人の婚約が正式決定した。皇室において昭和天皇法御後初の刑事となり、農祭後の皇居には皇族や三権のながらが祝賀訪問、お祝い記帳も行われた。同年6月29日、結婚の儀が行われ、同日秋篠の宮家を創設した。宮郷は奈良県奈良市の地名、秋篠に由来する。 秋篠宮家の門側帯に身を包んだ、文人親王1990年11月12日、父、秋人の即位礼正殿の儀にて2005年天皇、誕生日一般参賀にて、成婚以来、同日のり子と共に地道に公務を果たす。特に、インドネシア大などの東南アジア諸国を、孔子ともによく訪問し、着利王朝とも交流が深い。 1991年10月23日、第一子で長女のマコ内親王が誕生。真の文字は、秋篠宮のひらめきによって選ばれた。1992年に、財団法人日本テニス協会名誉総裁に就任。1994年12月29日には、第二子で次女の過去内親王が誕生。しかし、アニミなる人親王及び同妃雅子に遠慮すべきとの、 バッシングや批判があり、以降は長らく子供を設けなかった。1997年財団法人世界、自然保護基金ジャパン総裁就任、2000年より、日蘭協会名誉総裁、2004年より特定、非営利活動法人全日本愛、久5会名誉総裁、2005年より、サイアムソサエティ名誉副総裁、宮中祭司、各種公務に取り組む他に、魚類や、 課金類の研究も行っている。総合研究大学院大学生命科学研究会電学専攻を構成する国立遺伝学研究所五条堀隆教授の指導のもと、1996年9月30日課金の鶏の起源を遺伝子に基づき解析した研究により総合研究大学院大学から博士の学位を授与された通称三マの会では 友人知人を自邸に招いており、この集まりが妹、清子内親王と長年の友人である、黒田義樹の交際を深めるきっかけを作った。文人親王は、2005年の彼らの結婚を非常に喜んだ。兄、皇太子、成人親王及び同妃政子には、2001年12月に、第一王女の年の宮愛子内親王が誕生。しかし、 この後皇太子及び同妃には長らく解任の兆候がなかったため、第125代天皇、秋人の皇尊の世代に男子が解無という状況は解消されず、皇位は男系男子による継承が耐える危機に直面していた。2003年12月には、湯浅俊市内町長官が皇室の繁栄を考えると、第三子を強く希望すると発言した。二千六年の歌会では、 秋篠宮及び同と共に、前年9月24日の河野鳥包丁に関する歌を詠んだが、河野鳥は赤ん坊をもたらすシンボルであることから、第三子を望む気持ちがあったと考えられている。2004年からは、皇室天畔に関する有識者会議により、女性、女系天皇容人の議論が進む中、2006年2月7日、同妃、典子の会任がスクープされる。当日は、 文人親王は、公務のため、千葉県阿鼻子市により、文人親王が報告を直接受ける前の報道となった。2月25日に、宮内庁から解任が正式発表された。同年9月6日、皇室史上初の帝王切開により、第三子で長男の久人親王が誕生。皇室においては、文人親王自身の誕生以来、実に41年ぶりの男系男子誕生である。 また、2001年から、東京農業大学で、学生指導を開始。2006年からは、非常勤講師を務め、2008年より、秋篠宮妃、のり子の弟が講師を務める東京農業、大学大学農学部バイオセラピー、学科客員教授に就任。2年後の2010年3月まで務めた。2007年からは、東京大学総合研究博物館特、 マネキ研究員、2009年8月21日から28日にかけて、秋篠宮同妃は、ベアトリックス女王及び、オランダ政府の招待により、オランダを公式訪問した。秋篠宮同妃の訪問は、日蘭通商400周年の機会を捉えたものであり、滞在中、日蘭通商400周年記念式典へ出席の、ほか、バルケネンで首相表敬、地方訪問、 の日程を精力的にこなした。日蘭両国は2008年の外交関係解説150周年に続き、2009年は日蘭通称400周年と2年にわたって周年を祝しており、各地で周年行事が開催されていた。秋篠宮同妃のオランダ訪問は主事の周年行事のハイライトとなった。日蘭協会の名誉総裁である秋篠宮がオランダを訪問し、 ハーグで開催された記念式典に出席し、オランダ王室府から皇宮されたことは、日蘭両国の友好関係を再確認し、一層増進することとなった二0 1 1年十一月十五日、天皇昭人が入院中で交代し、なる人親王が長野県訪問中のため皇位継承順位に基づき、文み人新郎が天皇の名城として、初めて天皇の公務を務め、皇居、 宮殿で秋の勲章受賞者らと接見して天皇のお言葉を代読し皇居御所で南アフリカ共和国のマックス死する国民議会議長と懇談したアリス川の宮職人新郎から始まるアリス川流書道の伝承者でもある2007年9月16日から2015年9月15日まで皇室会議の予備議員を2015年9月16日から現在まで 公室会議の議員を務めている。ただし、2017年12月1日の公室会議では、議題の利害関係者であったため出席を辞退し、予備議員の日立の宮正人新郎が変わった。自身が名誉総裁を務めた、ラグビーワールドカップ2019を、同比のリコ同伴で観戦する、試合、日本対ロシア戦2019年5月1日、兄のなる人新郎が、 第126代天皇に即位したことに伴い、講師となった。講師となったことを国民に広く宣明する儀式である立講師の礼は、徳人の即位の礼から半年後の翌2020年4月19日に行われる予定。1926年12月25日の昭和天皇の即位から1933年12月23日の次宮秋日と新皇が誕生するまでの間に、 秩父の宮洋人氏新郎が、皇位継承順位第1位であったが、それ以来86年ぶりで、現行の皇室天畔の下では初めて、三子以外の皇族が皇子となった。2019年10月22日に行われた即位礼正殿の儀では、皇太子と同等の小族で参列した。新郎引子子との間には、一男二女の三子がある。第代天皇徳の皇鉄。 第125代天皇、秋人の皇尊にあたる。2019年5月1日現在の皇位、継承順位は、第1位。父、第125代天皇、秋人の退位にあたり、2019年5月1日に、皇位継承順位1位の兄である皇太子、成る人新郎が皇位を継承したため、文み人新郎は新たに皇子となった。 政府方針による故障は、孔子殿下となり、宮内庁による正式故障は、秋篠宮講子殿下となった。皇室天畔特例法第5条の規定により、講師となった2019年5月1日以降、皇太子と同等の待遇とされている。なお、文人親王は、兄天皇、徳人に、巫女が誕生するか、自身が皇居するか、皇室会議で、 皇位継承順位を入れ替えられない限り、第127代天皇となる。政府は、文人新王が、皇子になることを広く、国民に明らかにする律皇子の礼を、憲法で定める、国事行為として行うことを決めている。律皇子の礼の時期などについて、内閣官房や儀式の事務を担う区内庁などで検討した結果、2019年10月22日の、 即位礼正殿の儀からおよそ半年後の2020年4月、皇居宮殿正殿の末の間などで行う方向となり、調整が進められている。現在、公式行事などでは、親王旗を使用しているが、立皇子の礼を終えてからは、皇太子を使用することもあると、宮内庁は発表している。退位や即位に伴う式典を円滑に実施するため、宮内庁は、大霊委員会を設けて、 検討を進め、立講師の例の記述や次第についても決められていくことになる。日本、編集外国、編集。 イザベル・ラカトリカ勲章員としての紋章1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年に2001年に2002年2003年2004年,2005年2006年2007年2008年 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2016年、2019年、2019年、両親と同じくテニスを趣味の一つとしており、その腕前は学生時代に関東でダブルストップ中に入るほどであった。1992年から2015年まで、 日本テニス協会の名誉総裁を務めており、全日本テニス選手権において、表彰式や試合観戦、テニス国別対抗戦のデビスカップヘッドカップの組み合わせ抽選会において名誉総裁として参加するほか、ジャパンオープンテニス選手権、トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメント等の日本で開かれる、国際テニス大会へはほぼ毎年観戦に訪れていることで知られている。なお、 日本テニス協会名誉総裁は2015年10月に長女のマコ内親王に譲られた。2012年8月、長女のマコ内親王が小室圭と交際を開始した。2016年10月、二人のデート姿が撮影された。2017年9月3日、マコ内親王と国際キリスト教大学の同級生で法律事務所勤務の小室圭の婚約内定が 発表された。宮内庁の山本慎一郎長官は、小室圭について、ご結婚のお相手として、ふさわしい誠に、立派な方と述べた。同日午前、秋人天皇は、皇居、御所で子内親王の結婚を認める、再下をされた。秋篠宮夫妻は、小室さんと娘は、約5年の歳月をかけて、双方の気持ちを確認しながら、結婚に向けての話を進めてきた。 内定までの5年は、私たちの時よりも長い期間になり、二人の意思を確認するのには十分な時間であったことと思う。私たちは、その二人の意思を喜んで尊重した。という感想を公表した。週刊女性が、真子様と次先の義母が抱える400万円超、借金トラブル。という記事を載せた。2018年2月。 納祭の儀をはじめとする結婚関係儀式等の延期学内庁から発表された。延期の理由は、マ子内親王が示した文書では、準備不足のためとされている。小室圭と母親に対し、秋篠宮夫妻は、正式な婚約となる納祭の儀を行うことが現状では困難であるとの考えを伝えている。小室側にあるとされる金銭トラブルを解決することが、 必要と判断したとみられる。2018年11月30日、53歳の誕生日を迎えた秋篠宮は、誕生日会見で、記者たちからの質問に答え、マコ内親王の結婚問題について、今でも結婚したいのであれば、問題をクリアにし、多くの人が納得し喜んでくれる状況にするため、それ相応の対応をするべきだ。そういう状況にならなければ、私たちは、 婚約にあたる納をの儀というのを行うことはできませんと話した。アメリカ合衆国留学中の小室圭は2019年1月22日、週刊女性で報じられた母と元婚約者の男性との金銭トラブルについて代理人弁護士を通じて解決済みの事柄と理解していたなどという内容の説明文を公表した。小室側がトラブルについて説明するのは初めてである。 小室家に金銭的支援をした小室家の母親の元婚約者男性は朝日新聞社の取材にトラブルは解決していないと反論している。男性は婚約期間中、小室家の母親の求めに応じる形で生活費の支援や小室家の大学の費用、留学費やアナウンススクールの費用など400万円以上を援助した。生活費や学費などは貸したつもりでいた。 返済してほしい気持ちは変わらない。と主張している学習院大学在学時、一年下級の川島、のり子と知り合い、サークル活動等を通じて交際を深めていた。皇太子、秋人新郎と同比美智子は、すでにのり子のことは知っていたが、綾宮は、同年の12月に、早まで西洋中の両親に、のり子を合わせた。皇太子及び同比は、 学習院大学馬術部の親睦会でのり子の父、川島達彦と何度も顔を合わせていることもあり、の子と皇太子及び同妃の出会いは、とてもスムーズなものであったという。それから間もなく、秋人新郎は、二人のことを前向きに検討してほしい、と当時の東宮職に指示をし、職員たちも二人の交際を承知した。一方で、ゴシップ記事として報道されるのを防ぐため、 サークルにおいても離れて、写真に写ったり、記者が近くにいるときは、友人が割って入ったりしていたという。1989年8月26日、川島の子との婚約内定が報道される。昭和天皇の喪中であること、二位、なる人新郎が、まだ独身であること、文人新郎自身が留学中の身であることから、時期尚早との批判もあったが、両親や兄からの反対はなく、 宮内庁は、挙式や有納にあたる、納祭の儀など晴れの儀式は、墓中はふさわしくないものの、皇室会議の開催は墓中でも差し支えないと判断している。そもそも、皇室の服務は3期に分けられ、第1期、第2期各50日の合計100日間を過ぎれば、その後の第3期は、真相という服務形式が取られる。真相とは、この期間中、天皇はじめ、 各皇族は、公の行事には出席するが、神事のみ遠慮するという形式の服務である。また、原則として、結婚等の祝願行事も行われないが、特別な理由があれば認められる。また、1947年に廃止された、皇室服務令をその後も踏襲していると考えれば、皇族の服務期間は続き柄によって期間が異なり、祖父である。 昭和天皇に対する綾宮の服務期間は150日であることからきちんともが明けた後に婚約発表が行われていることになる。ちなみに過去において一例だけ服務期間中の婚約発表があり、祖母である丁明皇后に対して同じ150日の服務期間があった頼宮厚内新郎と池田流星の婚約が内定した旨を 1951年5月17日の低迷皇后法御からわずかにかつ来たらずの同年7月11日に昭和天皇が自らの祭下で田島区内庁長官に命じて公式に発表させている昭和天皇法御から8ヶ月後に皇室会議の決定として発表された綾宮の場合などこの事例に比べれば何の問題もないといった見解を 宮内庁関係者は示している。兄弟の結婚の順番が逆になることについても、天皇、皇后がこの意思を尊重する考えのため、宮内庁幹部も一般家庭でもあることで大きな問題ではないと述べ、元東宮寺中の浜尾のるも高窓の宮は兄の京急よりも先に結婚しています。これも前例があり、全く問題外ですとインタビューで語っている。また、 なると新郎も1989年9月21日の会見で二人の間が不安定になっているのはよくないので二人の結婚は私も強く勧めたところですと述べた。皇室会議では海部首相が開会を宣言。藤森区内庁長官が大学のサークル自然文化研究会や綾宮主催のテニスクラブでの活動を通じて信仰を深め、 1985年暮れには、当時皇太子の天皇から、二人の交際を前向きに、検討してほしいとのご指示もあったと交際の経緯や、川島の子の経歴、家族の略歴などを説明した。一年間と服務期間が最長である、第125代天皇、秋人などのもが上げ、皇族全員が、服務期間を終えた1990年1月12日に、農祭の儀が取り行われ、 正式に婚約した。皇室会議での可決を指して、婚約成立であるとしている媒体も多く、秋篠宮は、昭和天皇の募中に婚約会見を開いたという、ものも存在するが誤りであり、納祭の儀が正式な婚約成立である。宮内庁は公式 HP において、納祭の儀イコールご婚約と記載している。また、行為継承順位の変更や、 皇族の婚姻等を合議するための皇室会議を開催する権限は内閣総理大臣にあり、二人の婚姻は、田村元衆議院議長、小野明参議院副議長、矢口光一最高裁判所長官、伊藤正美最高裁判所判事、藤森昭一区内長長官、福田はじめ衆議院議員、三笠宮、日立宮の全員が満場一致で可決している。 公室会議での可決を受けた後の会見を誤って、婚約会見だとしている媒体もあるが、宮内庁は、納祭の儀が行われて、初めて整うこととしており、公室会議での承認のみでは正式な婚約で、あるとは認めていない。また、この公室会議と婚約の違いについて天皇は、綾宮の納祭の儀はもうけでなくてはならないが、公室会議は夢中でもいいのではないでしょうかという。 話を側近に語ったと言われる、鳥類、課金関係の著書、魚類、このほか、雑誌アニマールにも推薦文を寄せている。ありがとうございます。